始まりました。いつでもどこでもグリーンオン。本日ですね、1回目の放送となるんですけども、この番組はですね、僕グリーンが、一人でお届けするラジオ的 YouTube、 こういうのをお届けできればなと思ってまして、まあ、企画内容としてはですね、レンジャーは楽しい動画をアップできればっていう形で、まあ、それをコンセプトとして始まったんですけども、まあ、楽しいだけじゃ、ゴルフってできなくて、ルールだったりマナーだったりやっぱすごいいろいろ深いんですよ。そういうのをですね、まあ、僕グリーンが率先して勉強して皆様にお伝えする、メンバーに伝える、まあ、そういうことができればなっていう形で始まりました。でこいつ誰なんだよ と、思ってる方もすごいいると思うんですけども、恵比寿ゴルフレンジャーの、私がグリーンです。宮城県出身、35歳。5年前からゴルフ始めましたかね。ただ5年前本当に数回ラウンド行ったぐらいで、本格的にやり始めたのは2年前ぐらいですかね。レンジャー始まるちょっと直前ぐらいから、まあ結構ゴルフにすごい行き始めました。やっぱゴルフってすごい楽しかったなって僕の中でもやっぱありますし、けどそれでも苦労した部分ってすごいマナーだったりとか、まあすごいあるんですよ。なので、まあ、そういうのをやっぱり一つの動画として伝えられればいいかなとすごい思います。そんなに僕下手くそなんで、まあ、ゴルフを教えることはできないですけど、まあ、ルールとか、まあ、マナーとか、まあ、勉強すればできることを皆様にお伝えできればいいかなと思ってます。まあ、それだけじゃね、やっぱり難しいと思うので、視聴者の皆様から企画の募集っていうのもいろいろやりたいなと、コメント欄にいろいろと書いていただければと。コメントいただいたものに関しては次の動画でいろいろと紹介して、まあそのコーナーを設けようかと思ってますんで、本当じゃんじゃん何でもいいです。まあ僕に対する不満でもいいですし、まあ、今後やってもらいたいことでも全然いいですし、一緒にやれる企画とかも、まあ、採用していきたいなと思ってます。今後の展望としてはレンジャーのメンバーの人気が増えてる中で、グリーンって目立たないよねってなってるんですよ、僕の中では。なのでやっぱファンは増やしたいですよね。そこが第一の目標かなって思います。この動画ですごいコアなファンが、まあ1人でも2人でも3人でも4人でも、まあ増えてもらえればなと心から思ってます。次回はですね、ルール初級編と、まあ、来年からルールいろいろと変更されるんですけども、まあ、そちらのルール変改定後ですねの、ルール説明をですねいろいろとさせていただければと思います。ぜひ見てください。